なんかやたら首振るんですよ、その僕がバッターなのに、うん、キャッチャーのサインに、うん、てかピッチャーバッターなのになんでこんな首振るんだろうと思ったら、全球種多分投げたいから首振って、うん、いろんな球種を多分投げてくれてたんですよ。キャッチャーはなんかストレートかスライダーで多分簡単に終わらせようとしたんですけど、うん、それ分かった時ってどんな気持ちになりました？それを分かったのはダルビッシュさんがブログに多分書いてくれたんですよ、試合後に。お、全球種、はいはい、負けに投げたよっていうのを書いてくれたので、うん、お、そういうことだったんだと思って、次の日ね、挨拶に初めて行かせていただいたんですよ、うん、昨日はありがとうございましたっていうので、そこからお話しさせていただいて交流が始まったというか、うん、そこきっかけ、そこまでなかったんですかね、なかった、そこきっかけなんで、すごい、その自分の粋なことするね、自分のレベルを見せるっていうかっこいいですね。カットする、こここそ流す話じゃないですか、ダメですよこれいいな、なんかこれ誰さん以外いないと思いますよね、こういうことをする人は。そうだよね、あんま聞いたことないね、はい、聞いたことない。